皆さんこんにちは。安価で面白いゲーム紹介のお時間ですわよ。このチャンネルでは、個人的に面白いと思ったゲームを簡単に紹介していくチャンネルです。様々なゲームをこれからも紹介していきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回紹介したいゲームは、ライトフェアリーテイルです。アニメ調のターン制コマンドバトルを採用した JRPG になります。この後おすすめポイント特徴など、もう少し詳しくお話ししますがその前に開発者などのお話をしたいと思います。開発元は、猫ドットワークスさん。って思った方もおられると思いますが、猫パラを開発されてるところとは違います。猫パラもいいぞ。最近アニメもやってもう口元緩みっぱなしながら見てましたぜははは。とその話は置いておいて。こちら猫ドットワークスさんのツイッターですが、フォローしたらフォロー返してくださいました。こちらの情報を見ると、一人で開発を行っているインディーゲームスタジオみたいで、パトロン募集ページで詳しく見てみると、一人のフランス人が開発してるみたいです。毎月1ドルのパトロンと、5ドルのパトロンを募集しておられました。クラシックをコンセプトに現代風にアレンジしたゲームを作るのが売りらしいです。一人でゲーム開発って私には想像できませんが大変そう。5ドルのパトロンに入るとゲームに名前が載るらしいなので早速入ってきました。頑張って開発してください。応援しています。さてこのゲームのお値段ですが、999円となっております。フランス人が作る JRPG。以前に紹介したエッジオブエタニティも、フランス産の JRPG でしたね。もしエッジオブエタニティが気になる方はそちらの動画も見てみてください。概要欄に貼っておきます。このゲームフランス人の方が作っているのですが、なんと日本語ボイス付きなんです。開発者の方絶対アニメ大好き、というのがひしひしと伝わってくる作品になっています。それではこのゲームの特徴と、世界観などを簡単に紹介していきますね。まず最初に伝えないといけないところが、この作品分割となっていてまだエピソード1しか発売されていません。続きになるエピソードには目下開発中らしく2021年のクォーター1にリリース予定。なのでまだ完結はしません。そこだけ注意してください。そして999円もこのエピソード1だけだと思います。購入の際はお気をつけください。まあリメイク FF7 も分作だし、多少はね。さて、ゲームの話をしようじゃないか。冒頭でも伝えましたが、クラシックなゲームを現代風にアレンジというのがコンセプトなこのゲーム。ガチで昔の RPG を思い出させるような BGM になっていて、どれも聞いたことあるような音楽。耳にスッと入ってくる BGM が心地よいです。あらすじを少しだけお伝えすると、今見ている映像は主人公の夢の中です。この夢で初めて外、空を見た主人公は、本当に空があるのか確かめに旅に出るというのが最初の目標でした。夢から覚めて現実を見ると、空が見えない仮想の街から物語がスタートします。空を見たことがないって、来てえ人もびっくりしますよそれ。本作の主人公、春さんとクロコちゃんです。操作キャラはデフォルメになっていて、会話シーンのところはアニメ調になっています。ちなみに今流れている BGM は、このゲームから流れています。なんというか、美少女ゲームの日常シーンにかかる BGM のような、とにかく、クロコちゃん可愛いです。迷わないようにアシストがしっかりつきます。目標や名称も確認できますので、某ゲームのように血眼になって石板を探すこともしなくていいのです。年を取ると RPG ができなくなるとよく聞きます。私も買って少しやってそのままっていうゲーム山ほどあります。しかしながらこのゲームはだれずにできました。と入ってもエピソード1だけなので6時間弱といった感じですけどね。アシストがあって、迷わずすんなりできたのも良かったのかもしれません。さてお次はバトルについてです。敵とのエンカウントが少し特徴的です。先ほどのアシスト機能を使うのですが、そうすると、多角形の中に 67% と書かれていますが、この中で敵とエンカウントします。そして、0% になるまで敵を倒さないと先へ進みません。先というか、0% になったらボスが出てきたりします。バトルですが、おなじみのターン制コマンド式です。一つ特徴としてはコマンド選択してから行動まで時間差があるということ。一番右側にあるのが行動順ですが、小さくアクションとコマンドと書かれています。コマンドで行動選択。アクションでその選んだ行動をするといった感じ、選んだらすぐ発動しないということですね。何度か戦闘を繰り返して、0% になりました。そうするとイベント発生してボスが出てきます。よーくもらしいけど、こんなのいたら大問題ですわよ。糸ぐるぐる巻きにされて食べられる未来しか見えへん。集中的に攻撃したり、先に倒さないといけない敵など出てきます。今のところはそこまで複雑さは感じられません。属性なども一応あることはありますが、まだエピソード1なのでそこまで用意されてないんでしょう。これからどうなっていくのが楽しみです。さてお次は装備やステータスについて。
わかりやすく説明すると FF7 と似たような感じ。装備は現在、手、足、ボディの3種。手による攻撃と足による攻撃を出せるので、手を物理足を属性攻撃とか、んな感じで分けていくのかなと思っております。装備品もエピソード1ではそこまで多くなく、選択肢はほとんどなかったです。この辺もこれから期待という感じです。装備にはオーブ穴が開いていて、そこにオーブをはめることができます。わかりやすく言うとマテリアです。オーブにはステータスアップや、スキル、魔法などがあると思います。現在は稲妻という魔法オーブに、全体化のオーブを組み合わせて単体稲妻と全体稲妻が出せるようになっています。もう本当にマテリアそのまんまって感じですな。今後はこのオーブの種類なども増えて多様化していくんだと思います。主人公ハルで初めはプレイしますが、クリアすると今度は黒子パートになります。ニーヤオートマタのような感じですね。ブービーから 9S に変わる感じ。マブラブエクストラクリアしたら、アンリミテッド編が出てくる感じで黒子サイドってのが出てきます。やることは同じだけど一方その頃黒子はというのがわかります。この辺はネタバレになりますのでご自身でぜひプレイしてみてください。あ、さっき言い忘れました。バトルでの要素、リミット技があります。敵からダメージを一定数食らうと、激怒といってそのキャラ特有の強力な技を出せます。ハルシは回復技。黒子ちゃんはゴレンコンボという強力な技です。では黒子ちゃんによるゴレンコンボです。どうぞ。左フック、右ボディ、左フック、左後ろ回し蹴り、ヘッドバットのゴレンコンボです。どうもありがとうございました。そりゃクモもやられてしまいますわこんなの。まだハルシと黒子ちゃんの二人パーティーなんですが、可愛い子ちゃん将軍が出てくるんです。すごく気が強いんですが、きっと二人になったらえへへへ。そんな可愛い子ちゃん将軍は敵なのか、味方になってくれるのか、その辺も気になるところです。敵でも味方でもどっちでも絡みがあったら OK です。この兵の人たちと可愛い子ちゃん将軍は帝都の人間。よくゲームやアニメで帝都って出てきますけど、基本は嫌われるのが帝都。なぜかというと自己中心的で、横暴。仮想民のことなんて虫としか思っていないそんな感じでしょう。その帝都に逆らう反乱軍などができて戦争になったりするわけですね。街並みなんかは FF7 のミッドガルを思い出させる作り。個人的には大好きです。さて、物語はここから大きく変わっていくんでしょう。当初の目的は空を探す旅だったのです。そして今帝都と戦っています。何が起こったのか、なぜ戦うことになっているのか。メカを倒して帝都の兵から逃げます。なぜ追われているのか。しかし、そんなに簡単に逃してくれません。帝都の兵が追っているのはハルシ。黒子ちゃんだけはなんとか逃がそうとします。そして、追い詰められた主人公は、崖から飛び降りてしまったのです。そして始まる主題歌。ここからどうお話が動いていくのか正直楽しみです。この主題歌を聞いたらエピソード1が終了します。これがエピソード2の画像なんですが、ハルシ髪めっちゃ伸びとるんですよね。黒子ちゃんの他にも、二人ほど重要キャラいるっぽいし、この後何があったのかめっちゃ気になる。そして無事空を見ることができるのか、あの夢は何だったのか、早くエピソード2やりたいぜ。この作品の個人的面白いポイントは、魅力的なキャラ、そしてストーリーの良さがあります。バトルの爽快感やテンポなどやや悪いところもありますが、それがあってもおすすめと思える作品でした。エピソード2の発売を待ってから購入してもいいと思います。ウィッシュリストに入れておきましょう。さて、今回のライトフェアリーテイルいかがだったでしょうか。フランス人が作る JRPG。フランスではジャパンエキスポが開催されて、多くのフランス人で賑わうと聞きます。日本のアニメや漫画がフランスでも大人気ということですよね。フランスの文化で育った、日本とは違う思考の日本アニメを私は見てみたい。ただのアニメオタクなんですすいません、ブッヘッヘッヘ。ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。ぜひ気になった方やってみてくださいね。ハマること間違いなしですぞ。